はい、どうもタンタンです。ウーマウクレレからですね、こちらテナーサイズですね、テナーのカッタウェイモデル、トップがスプルースの、短板ですか。サイドバックがこれなんだろう。ちなみにこれサイドバックなんでしょう。アカシアですね。アカシアサイドバックスプルース短板トップとテナーサイズで、ポジションマークは特になくて、この12フレットのところにこのちょっと変わったこのデザインにインレイが入れられていると。もちろんサイドポジションはあるので、それほど指板面になくても苦労はしないかなと思います。スプルース短板ということもありますし、テナーサイズということもありますので、非常にすごく太いボリューム感があって音が太いですね。らしくないといえばらしくないのかもしれないですけれども、非常にこう芯のしっかりとした太い音の出る一本かなと思いますので、こうストロークだとね、もう本当になりすぎるぐらいの音量があるかなと思いますね。単音で弾いても本当に一音一音のボリューム感っていうのも非常にあるので、ソロ弾きなんかをする人にとってはこうカッタウェイもついてますし、非常に使いやすい、使える一本なんじゃないかなと思います。はい、これでサイズがねちょっと大きいなと感じる方には、これと同じデザイン、同じ材料でコンサートサイズもありますんで、まあ、そちらの方もぜひね見ていただければと思います。ということで、こちらウーマウクレレからですね、 UK の 16ST、 はい、こちらはテナーサイズで、スプルース短板トップ、そしてアカシアサイドバックの、はい、一本でございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。